ワールドラバーで大ヒット、リピーターが続出、レシーブが楽しい究極のチャンスメイクラバー、アポロ5超極薄、うん、ワールドラバーマーケットのグッチです。本日のゲストは卓球場を2店舗経営している松田直樹コーチです。元エリートアカデミーの選手で ITTF ジュニアサーキット香港大会のダブルスの部で優勝するという素晴らしい実績を持ったコーチです。松田コーチは東京でマンツーマンのレッスンをプラタクという名前でやっています。レッスンの詳細については概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマは、松田コーチがエリアカ時代にやり込んだおすすめの卓球練習3選を解説していただきます。松田コーチが国際大会や日本の大きな全国大会で戦っている時にやり込んだ質の高い卓球練習です。卓球練習は卓球の練習法の中で多くの競技者に支持されており、対人での練習が難しい場面を効率的に鍛えることができます。卓球練習は少ない時間でも多くのボールを打つことができるのが特徴です。この動画では卓球練習の効果的な方法を紹介し、上級者の感覚を理解し、選手や指導者に向けた内容となっています。成長のチャンスをつかむことができます。質の高い卓球練習を学びたい方や、上級者向けの卓球練習法を知りたい方はこの動画は必見です。私たちはこの動画を30言語に翻訳し、卓球で世界をつなげる活動をしています。卓球技術に興味がある方はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。動画の感想やリクエストがあればぜひコメント欄に記入してください。皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。よろしくお願いします。では松田コーチのレッスンを見ていきましょう。じゃあエリアカ時代にやってた卓球練習でおすすめの練習メニューを3つ紹介します。1つ目は、強いループドライブをオールにかけて、で、それをしっかりかけ返し、カウンターをする練習をやってました。これの、目的は、先に攻められた時からでもしっかりカウンターをして、守備から攻撃に展開できるようになるためが目的です。で、こんなボール来ないだろうっていうぐらいギュッとしっかりかけてもらってカウンターする練習をしてください。まあ、この理由はしっかり今みたいな強いボールやっておけば、普通のボールが簡単に思えるので、はい、ぜひやってみてください。じゃあちょっと私やってみていいですか。はい、お願いします。こっからバックは真ん中から台の、あ、これこれこれくるくる、はい、ここら辺ぐらい、はい、低く思いっきりお願いします。あ、もうぶっつけていいですか。あ、そうです、これで。おお、よし、いきましょう。あ、ごめんなさい。かけますよ。はい。はい。あ、じゃあぶつけて。ぶつけていっちゃって。はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。次の練習は、オールに、スマッシュを打ってもらって、それをブロックする練習です。はい、これの目的は反応スピードを上げる練習ですね。で、相手が強いボールに対してなかなか取る練習って少ないと思うんで、守備力向上につながると思います。はい、じゃあ、おね、いきますよ、はい、前面で、はい、3つ目は、強い下回転ボールをぶつけで出してもらって、それをチキータする練習です。この目的は、平均回転量、チキータの平均回転量を上げて、強い下回転でもネットミスしないで自分のボールでかける訓練だと思ってください。はい、ありがとうございます。これじゃあ短い下回転を出せばいいですね、はい、こちら OK です。ぶつけるように。そうだろ、海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。